Thank you.
ありがとうございます。
てもらって応援ありがとうございます。ぜひですね、楽しい曲の、また失礼したいろんな曲があると思いますが、はい、手も叩きながら、ついでに足も叩きながら、はい、一緒にまた応援よろしくお願いしますね。さあ、続いてまた、あのですね、山の歌を届けたいと思います。デンサー節ありますね、デンサー節、皆さんもよくご存知だと思います。一緒にぜひ歌ってもらいたいと思います。デンサー節の後にですね、八重山育ち、八重山にまた各離島離島がありますが、各離島離島の歌を歌った歌があります。その中で八重山の歌の、まあ、トゥバラーマン、ショッカレーとかですね、小浜節、クモ節も出てきますので、それもぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いします。
ですか。次は島持ち節です。この歌は、説明したらこの白の目と守る敵長との関わりがものすごく深いですね。英文先生、今の理事長、守る理事長のお父さんですが、自分の子供、男の子が生まれた時に、お、この子が将来村を背負ってほしいと、島を背負ってほしいということで、わざわざ作った歌です。島を持つ、そして、島の鏡になってほしい、宝になってほしいという歌です。守る理事長の石島守る理事長のお父さんの歌であります。これは非常に有名で、もちろん八重山ではもうあちこち歌われてますけども、最近は沖縄本島の方でも歌われています。どうぞ、可愛い踊りであります。それではスマムツアーですね。はい、よろしくお願いします。Thank you.
続きましてまた賑やかな曲ですね。ハトマブシを栄光を持ってハトマブシをお届けしたいと思います。皆さんまた手拍子よろしくお願いいたしますね。はい、それではハトマブシ。Thank you.